このチャンネルに俺も私も映っていいよって思ってくださる方っていらっしゃいますか？こんにちは、竹千代です。この動画は低クオリティ低画質でお送りします。今日は雑談しながら洗車をしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。さあ、まずはホイールの方を洗っていきたいと思います。これいつも使ってるのはこのシャンプーでございます。これあんまり泡立ちは良くないんですよ。やっぱり洗車するときは泡立ちが、ね、目立つと結構洗車してるなっていう感じしませんか？そんな気がします。これゴリラの手なんですけど、なんかね、昔というか前まではこうはめながらゴシゴシ洗っていたんですけど、なんかやってるうちにすごく筋肉痛になっちゃうんですよ。これ多分水含むとかなりの重量になりますので、そうするとこの手のこの辺がね、すごく力が入っちゃってめちゃめちゃ後日筋肉痛になっちゃうんですよね。なんでだろう、やっぱり年取ったからかなと、運動不足なのかな。泡立たないけど大丈夫かな。もしかしたら私のやり方がおかしいのかもしれませんね。まあいいや、ちょっと余談なんですけど、ここ見えますか？かっこいいですよね。これ柴さんにつけてもらったんですけど、本当にありがとうございました。早くお前洗車しろよっていう、そういう。さてさて、まあ今日は雑談をしながらのんびりと洗車していこうかなとは思っているんですけど、その雑談の内容っていうのもちょっといろいろありまして、あれこれ欲しいなっていう動画を流したんですよ。でその時に4つほどかな、あの欲しいものを紹介なんて紹介したわけなんですけど、それについてちょっと進捗状況をお伝えしようかなと思っているんですね。何のマフラーがねいいのかっていうのをずっと考えていたんですよ。でその時にありがたいことにたくさんコメントもいただきまして、最初 H ケースがいいかなと思ったんですけど、あのこういうマフラーもありますよっていう感じでね、紹介してくれたんですよ。でそれをちょっとネットでいろいろ見たりとか、他の YouTube でその該当のマフラーを見たりとかしたら、すごくかっこよかったんですよ。何がかっこいいって、あの私基本的にマフラーの音は低音から中音が一番好きでございまして、それにマッチしたマフラーがその紹介してくれたマフラーだったんですよ。でしかもですね、そのマフラーをコメントいただいた方はつけてるということで、今度聞かせてもいいですよってコメントありがたいことにいただいたんですよ。いや、ありがとうございます本当。なので、近いうちにちょっとアポ取って聞きに行きたいなと思ってるんですよ。泡立たないな、なんでだろう。とりあえず OK。 そして次にこのスマホホルダーが欲しいって言ったんですけど、これ見てください。これスマホホルダーなんですけど、実はこれ前に私のチャンネルに遊びに来てくれた柴さんがあげるよってくれたんですよ。これいや本当ありがとうございます。すごい嬉しいですよ。ただちょっといざつけてみようかなと思って、これ吸盤式なんですよ。これねペタってこういう風につけたら、あの吸盤の力が全然 ないのかな、あのポロって落ちちゃうんですよ、ポロンって。なので、ね、せっかくいただいたのには申し訳ないんですけども、ちょっと今現状はつけることができないんですよ。柴さんどうしたらいいですかね。いや、せっかくいただいたのに、なんか こんなことやったらめちゃめちゃ怒られますよね。はい、なので今ちょっとこれはつけられない状態なので、スマホホルダーに関しては未だちょっと悩み中ですね。ただこれもいろいろたくさんありがたいことにコメントいただいて、こういったスマホホルダーいいですよとかすごく紹介してくれたんですよ。で2700円 のハザードスイッチのところにペタってくっつけるホルダーがあるんですけど、これがね、すごくいいよっておすすめしてくれたんですよね。確かに私も見たときに、あ、すごくいいなと思いましたので、あのホルダーが付けられなかったら多分そっち買うんじゃないかななんて思います。さあ行きますよ。では水洗いの方スタートいたします。でホースは後ろの方に持っていくと、これも全部教えていただいております。ありがとうございますなんて、まあ、ありがとうございます何回言うんだろうな。さあ行きます。はい、いいですよ。あ、スタートボタン、いつもね私ね、なんか早合点してスタートボタン押さないんだよな。はい、おー、水が
れた。うわ、なんかすごい今日勢いがいいな。多分圧力がマックスになってるのかな、デフォルト。さあ、上から少しずつ下に向けて洗っていきたいと思います。洗っています。おお、いいですね。やっぱり汚れたシビックさんが少しずつ綺麗になっていくっていうのはシビックさん的にも気持ちいいと思いますし、やってる私もすごく気持ちよくて本当楽しいですよね、洗車って。まあ、もし見てくださる方の中で洗車なんか大嫌いだよって逆に思う人とかいますか？いやー、いないと思うんですけど、人というものはいろんな感情を持っておりまして、十人十色といったものでございますが、おそらくね、洗車嫌いだよっていう人も中には絶対いるとは思うんですよね。なのでそういう方はどうなんだろう、多分車屋さんの洗車コースとかで有料でやってもらったりとかするんですかね。でも自分でやる楽しさもめちゃくちゃあると思うので、まあ一回ね、騙されたと思って自分でやってみるのもすごくいいかもしれませんよ。シャンプーするときにちょっと今悩んでるのが、フロントガラスにシャンプーつけない方がいいんじゃないかななんて最近思い始めたんですけど、こっからだよ、こっからスピード勝負。はい、では手洗い行きます。じゃあまず上の方からシャンプーしていきます。よいしょ。まあ、そんなにね力も入れなくていいとは思ってるんですよね。そして一度拭いたところは、ごめんなさい、一度磨いたところは二度拭きしないような感じでやるといいよってなんかネットにも書いてありましたし、そしてこのように塩化器しないようにやるのがいいと言っておりました。これもアドバイスいただきましたね。うわ、確か R 二郎さんという方ですかね、この方に教えてもらいました。本当ありがとうございます、いろいろ教えていただいて。さあ、ここからなんですよ。いつもはもう本当に無意識でわーってシャンプーかけてたんですけど、これどう思いますか、これやんない方がいいですかね、それともまあ別にやってもいいんじゃないって思いますか。いや、わからないもんですよね。なんかこのシャンプーをそのままフロントガラスにつけると撥水のコーティングが少し落ちちゃうんじゃないかなってすごく懸念してるというか、ちょっと悩んでるんですよね。ダイヤモンドキーパーやってもらった、あのカーコンビニクラブ広北ニュータウン店さんのところでミネラルオフという撥水コーティング戻す作業をしてもらったんですけど、その時にですね、ちょっとね見てたら面白いんですよ。こういう下の方やるときってだいたいこうやってしゃがんでやるじゃないですか。なんかね、担当者の方ねこうやってやってたんですよ。手を後ろにしてこのような感じで、これね実際に自分を真似してみたら、あらびっくり、やりやすいじゃないかと普通に思っちゃいましたので、これをなるべく真似するような感じでやっております。すいません、なんかそんな感じで言ってたら二度拭きしちゃいましたね。あと2つぐらいあったんだよね、それをちょっと後でお話しします。あともう一つちょっと重要な話もしたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。ああ、そうそう、こんな感じで、サスケ君、あなたも洗車しなさい。楽しいわよ。まあ、うちのアジトには車がないんだけどね。ああ、体力が奪われ始めました。あと、何気に力をやってガッと拭いてしまう癖もあるんですけど、そうするとボンネットがこうへこんじゃったりとかするので、あ、これは力入れちゃいけないなっていうフラグがすぐ立ちます。そしてあと3つ目が、あのタワーバーをつけようかなって悩んでいたんですよ。でそのタワーバーもいろいろとやっぱりコメントいただけるんですよね。本当にありがとうございます、本当嬉しいですよ。なのでそれを参考にしながら結構考えていたんですけど、結果論からするとタワーバーはつけるのをやめました。はい、というのも
もともとシビックハッチバックは剛性面にはかなり長けているというか、剛性はもう全然十分だと、使用上とかいろいろコメントもいただいたんですよね。それでよくよく考えてみて、無理にこうつけて今の乗り心地とかが変わってしまう恐れもあるっていうこともあったので、ちょっとつけるのはやめようかなと思ったんですよ。はい、これはだいぶ賛否両論あると思いますので、これは絶対つけない方がいいっていうのもありませんし、つけちゃいけないっていうのもないとは思うんですけど、まあ、私はちょっといろいろ考えた末つけるのをやめました。やっぱりね、皆さんのコメントは本当にありがたいんですよ。ありがとうございます。もう何度もありがとうございます。ちなみにこの動画でありがとうございますって何回言うか誰か数えてくれますか？多分すごい言いまくると思うな。リアスポやんの忘れた。あー、リアスポといえば、あの柴さんのリアスポ、めちゃめちゃ違和感じゃない、や存在感あって良かったですよね。ちょっと下回りもビヨーンとかけちゃいますね。毎回洗車やると私の場合って雨が降るか筋肉痛になるかのどっちかなんですよ。さすがに今日は雨は降らないとは思うんですけど、なんだろう、雨降る率多分8割ぐらいなんですよね。はい、じゃあいつも私はですね、このセーム川と、あと今回はこれアストロプロダクツさんっていうところのマイクロファイバークロスを使って二刀流でやりたいと思います。これはまたね、あの柴さんにいただいたんですよ。本当にありがとうございます。もらって嫌だなって思うことはほとんどないとは思うんですけどね。皆さんもそう思いませんか？上から拭くといいですよって言ってくださいました。ありがとうございます。さあ次がマットガードの話も確かしたと思うんですよ。その時にマットガード純正のやつリーダーでつけようかなって話したんですけど、これはちょっとまだ検討中でございます。ちょっとどうしようかなって悩んでます。何せ2万円以上する品物ですから、工賃込みなんですけど、だからすごく悩んでます。ああ、でも柴さんからもらったマイクロファイバークロスすごいな、めちゃめちゃ拭き取れるわ。おお、すごい、だいぶいいですよこれ。こっからが結構重要な話というか、私的には大事なお話をしようかなと思っていまして、前に載せたあの柴さんとコラボした時の動画なんですけど、その時にたくさんこれもコメントをいただきました。本当にありがとうございます。でその中でオフ会いいんじゃないですかとか、こうみんなで集まって竹町会やっちゃいましょうよってすごくいただいたんですよ。いや確かにね、私もやりたいっていう気持ちがすごくあります。しかし今の世の中ってコロナウイルスがすごい蔓延してるじゃないですか。現在10月14日か、2021年の緊急事態宣言は確かに解除されているんですけど、ただね、私の予想ではまたコロナが蔓延する時が来るんじゃないかとすごく思っているんですよ。なので一旦オフ会の方はちょっと延期というか、先延ばしというか、そんな感じにしようかなと思ってるんですよ。ちょっと様子を見て、で緊急事態宣言も出ない、そしてコロナも本当に落ち着いたっていう時にオフ会の方ちょっとやってみようかなと思っています。すいません、なんか本当にせっかくねいいコメントをいただいて、皆さんも賛同してくれてやりたいですねって言ってくださってるんですけど、例えばですけど、すごいいろんな方が来ていただいてすごく楽しめるとは思うんですけど、それがかえって密になってしまったり、はてまた感染ね、最悪感染してしまったりとかってしちゃうと、やっぱり申し訳ないなっていう気持ちもありますので、ここは安易にやりましょうっていう形はちょっと控えさせていただきたいと思っています。すいません、
しかしですね、一つ、ただ一つだけちょっと提案があるんですけど、もし私が会いに行きますっていう形を取りましたら、なんかこのチャンネルに俺も私も映っていいよって思ってくださる方っていらっしゃいますか？はい。いや、もしいらっしゃるようでしたら、これシリーズものとして作ってみようかなって少し考えてるんですよ。題名は何だろうな、突撃隣の晩御飯じゃないけど、突撃隣の視聴者様と車とかそんな感じでやってみようかなって今すごく考えてるんですよ。その日本全国皆様のところに行きますって軽々とは言えないんですけど、ただ私の今は行ける範囲でその視聴者様とお会いして、まあ、柴さんと遊んだような感覚で動画を作っていけたらいいなと思っているんですよ。だからどうですかね、例えば私が視聴者様に会いに行きましたって言って、もし車を乗っていらっしゃる方でしたら、やっぱ愛車自慢をしていただきたい部分もありますし、まあやっぱ買って良かったところとか、いやちょっと微妙だなと思ったところを紹介してもらったり、あとは実際に車を乗せてもらってドライブしたりとか、まあそういったね、視聴者様がお見せしたいところがあると思うんですよね。それを中心に皆さんにお届けできたらいいなと思っています。はい。そして今回すごく気づいたのが、やっぱりこう視聴者様同士のコミュニケーション、交流もコメントを通してすごくできるんじゃないかなと実感いたしました。私の動画を通してですね、視聴者様同士で交流を深めていただくっていうのもすごくいいんじゃないかなと思っているんですよ。多分この私が視聴者様に会いに行きますって企画が成立いたしまして、かつコメントの中ではあるとは思うんですけど、皆さんとそういった交流が、視聴者様同士の交流も深めることによって、だいぶね多分変わると思うんですよね。そのめちゃめちゃありきたりの人生がつまらなかったけども、こういう交流をして一つ楽しみができたよなんてね、そういうふうに思っていただけたらすごくいいなと思っております。はい。うまくしょ、なんで笑っちゃうんだろうな。ちょっと動画の企画でゆるり箱根ロードっていう企画を立ててるんですよ。これもこうご期待ください。後ほどというか後日動画の方に載せていきたいと思いますので、でまだ撮ってないんですけどね、まあ、ちょっとこれから箱根の方に行っていろんな道をドライブしていこうかなと思っておりますので、ぜひご期待ください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。すべて洗車の方終わりまして、このようにねめちゃめちゃ綺麗になりましたよ。めちゃめちゃかっこいいですよね。そしてこの赤のラインがねめちゃめちゃかっこいいと思います。まあ、洗車っていうのは自分でやるからこそ、なんかこう車を乗ってるなとか運転してるなっていう気にもさらになるとは思いますので、めちゃくちゃ楽しいものでございますね。はい、ではいろいろとちょっと雑談してしまったんですけども、たくさんコメントいただけると嬉しく思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。